写真拡大。右肘の違和感でリハビリを続けている阪神の才木浩人投手21が29日年内中のブルペン投球再開へ意気込んだ。遠投をしっかりして入っていけたらいいかなと。目指すは来季復活。その道筋がぼんやりと見えた。秋キャンプでは山本翔臨時コーチから指導を受ける機会を得た。グラウンドでは肘に負担のない投げ方を教えてもらいましたと技術面を、ホテルでは精神面などについて教わった。来春には違った姿での再会を目指す。ブルペンで投げているところを見てもらえなかったので春季キャンプでは見てもらいたい。現在は遠投で段階を踏みながら体のキレを出すためのジャンプ系のトレーニングに重きを置いているという。我慢の時期を乗り越えて来季を